はいどうもこんちゃくれですよろしくお願いしますさあということで今回はプロスピーセレクション第2弾ラインナップ発表ということで動画の方を撮っていきたいと思います はい、ということで、本日18時にですね、突然、公式のツイッターと、あとは杉谷拳士さんのね、えー、YouTube チャンネルの方で発表がありました。まあ、正直、今日ね、もともと別の動画を用意してたんですけど、まあ、これが発表になったということで、えー、急遽差し替えで動画の方を撮影しております。ということで、まあ、その名の通りね、もう第2弾のラインナップ、12選手が、画、え、像、ー、も込みで発表となりましたので、まあ、今回の動画ではですね、その第2弾の12選手の能力予想というところと、また第2弾引くべきかどうかっていうところの解説もね、 え最後にやっていこうかなと思ってますで一部選手はねこの能力っていうところは実は杉谷選手の動画の中でも、えー、見えてた部分とかもあったりしたので、まあ、その辺もちょっとね、えー、触れていこうかなというふうに思ってますということで早速本編どうぞさあということでまずは1人にオリックスの山本由伸選手ですこちらの能力予想的には85の A81 の A85 の A という予想にさせてもらいました実はねこの山本義信選手セレクションでは過去出たことがなくてアニバーサリーとか まあ、エクサイティングとかっていうところは常連なんですけど、まあ、逆にエキサイティングで出過ぎたせいなのかなっていうのもあって、まあ、セレクションではずっと遠ざかってたんですが。 え今回登場となります。で、能力的に判明しているところはコストが35ということですかね。が、えー、確定になっています。でまあ、元々コストが34なんで、まあ、プラス1かな。もう、そもそもが高すぎるんで、まあ、あったとしてもビアップだし、大、まあ、幅な変更っていうのはないんじゃないかなと思ってます。で、まあ、超脱三振シがついたということで、えー、シリーズなンでも話題になってましたけれども、まあ、ここでさらにスピが100上がって、なおかつ多分、対強打者とかも維持なんで、まあ、しばらくはもうを振るうでしょうね。 続いてホークス柳田選手ですこちらは能力予想的には79の B、81の A、80の A というね。 え能力予想されます、まあ、こちらもえ山本由伸選手同様にコスト35でのえ登場が確定になっているんですが、まあ、通常プラス1だろうなという予想ですなんとなく若干写真がねあの2018セレクションに似てるなっていう懐かしさを感じたんですけど実はこの柳田選手も結構セレクションは遠ざかってるところでありましたね、まあ、ここはね2段の予想というかもうセレクション今年の目玉としてえずっと言われてたところだったんで、まあ、やっぱり出てきたかというところですかね続いて西武中村拓也選手です、えー、こちら能力予想的には70 B75 B67 の、B、の,の C とという、えー、能力で出ることが予想されます、まあここもねコスト33のところから、えー、このセレクションで34なんでまあほぼほぼ差はないんじゃないかなと思ってますスピリッツが上がる分と、まあっても多少のアップかな でまあ、成績的にはね、4月が3割6分9厘7本14打点とめちゃくちゃ絶好調だったんで、まあどこでね、こう査定が区切られてるかにもよるんですが、まあどっちかっていうとミートが上がりそうな気はしてるんですけど、まあパワーの部分とか特に77まで上がってくれると、まあ称号でパワー A 圏内入ってくるんでね、まあゲーム的には非常に大きいという内容になってきます。続いて楽天早川選手です。はい、こちらはですね、能力予想的には76の B、81の A、76の B という予想をしております。でまあこちらもね、コストは大きく変しております。 変動しておらずもうそもそも通常が34でこれも34ということなんでまあもうほぼ差はないでしょうというところですまあ、ただこちらも9位が77になってくれると非常に大きいですね、まあ、もしくはスタミナ77でも、まあ、それぞれ A に照合、えー、指定で持っていける感じになるので、まあ、76か77かっていうのは大きな違いがありますでまこの早川選手もずっとね、えー、個人的には A ランクとか S ランクとか試してたところなんで嬉しい選手だなと思ってますしまあ、1段からね含めてずっと予想に入れてたところなんでまあここは予想通りの登場となります 続いてロッテ安田選手です、はい、こちら能力予想的には68の C72 の B63 の C と予想しておりますまあコストがね32から33でこちらもほぼほぼ差がないところ、まあ、若干上がる可能性があるとすれば、まあ、ウォール B いや総力はちょっと届かないかミート B パワー B、まあ、ないしはもうデフォ同士とかぐらいもうワンチャンなくはないのかなまあなんかここはシーズンの成績からの査定というよりかはまあちょっと最強決定戦要素とかも絡めてくるんじゃないかなっていう まあ、気もせんでもないんですが、まあ一応現段階でもね、えー、正午でのミパド落ち圏内ではあるので、まあ今後ももちろん能力は期待ではありますし、まあここでの能力もどうなるかっていうところは楽しみでありますね。続いて日本ハム宮西選手です、はい。こちらはですね、杉谷さんの動画の中で、えー、一部能力が映ってました。その能力では78の B、76の B、64の C ということで、ちょっと去年のね、能力と比べるとダウン査定になってますね。アニバーサリーがもう9位請求めちゃくちゃ高かったんで、まあそこと 比べるとちょっと低くなっちゃってるかな。 特殊能力は超体ピンチ2 0丸切れ外角‐‐丸っていう3つになってたんでまあここはねアニバーサリーの祝宴を持ってる人は継承問題が非常に悩ましいところになってくる可能性が高そうまあただこれあくまでも開発端末でね撮影をされてた動画ではあるのでまあこの能力っていうところも実際とは異なる可能性がありますまあでも80%くらいこの能力なんじゃないかなと思ってますね続いてヤクルトですヤクルトはサンタラ選手ですねが登場となりますでこちらもね実は一瞬能力が映っていてミート76の B パー81のの A 総力62 C という能力になってましたで、まあ、このまま行くのであれば通常プラス1ということで、まあ、ほぼ変動がないという感じですねで特殊能力も、えー、超広角打法選球眼で満塁男というね、えー、通常と同じ特殊能力になってました、まあ、ワンチャンここもねミパー同チ絡められるぐらいの査定にしてくる可能性もあるかなと思いましたが、まあ、ここはシンプルに通常からプラス1っていうところみたいですね、まあ、でもリアタイ的にもね強い選手なんで 欲しいといいとうう方も多そでですすね続いてベスターズ伊勢選手です、はい、ここはね、まあ、バウアー選手の予想とか、まあ、あとは野手、レンチャンで出るなら関根選手の予想とか、いろいろベイスターズは候補がいたところであったんですけど、まあ、中継ぎから伊勢選手ということで、能力予想的には80の A、76の B、63の C と予想してます。まあ、ここもコスト34から34なんで、ほぼほぼ差はないでしょうと。で、まあ、1個ターニングポイントというか、注目ポイントとしては、請球が77に乗ってくるかどうか。 まあここですね、これ次第で、まあ、ベイスターズ純正とかでも取るか取らないかが変わってくる人も、えー、出てくるんじゃないかなとは思います。で、まあ、実際のシーズンもね、こう、タフに、えー、投げてますけれども、まあ、ゲーム内においてもね、まあ、もちろんちょっとずつ強くはなってますけれども、もっともっと注目されても、えー、いい選手なんじゃないかなとは思ってるので、まあ、ここからの能力ちょっと期待ですね。続いて、阪神、大山選手です。こちらもですね、コスト33から34でほぼ差がないというところで、えー、通常プラス1の、えー、能力査定で予想しております。また ただ、証拠でのパワー A は乗せやすくなっているだろうというところと、またアーティスト版で初の特別リアリティという形になりますので、まあ、そこはチャンスになるかなと思いますし、まあ、個人的にも狙いに行きたいなと思っております。まあ、特段、現状分かってるところでは守備適性とか含めても変わってなかったですね。続いて巨人、中田翔選手です、はい。こちらは能力ですね、宮西選手、サンタナ選手と同様に一瞬だけ映ってました。で、ここはね、能力が変わってて、ミートが通常に比べてプラス3のアップ査定になってましたね。まあめちゃ 参考きいたわけじゃないけど、まあ1段から考えてもセレクションの中で見ればまあまあ上がってる方なのかなというところでございます。で、特殊能力は変わってなさそうでしたね。まあ、ここも秋広選手とか。まあいろんな予想はあったんですけど、まあ、でもやっぱ。今年はなんか全体的に査定時期というか、選出時期がやっぱ早めだったのかな？っていう印象は？ この選出でも受けるかなと思いますね続いて、えー、広島トコラ選手です、はい、こちら能力予想的には79の B78 の B79 の B ということで通常プラス1の予想になってます、まあ、こちらも早川選手とかと同じようにコストが変わらない選手でしたでも、まあ、このまま行くのであれば昇5での9位請求 AA 同値っていうところも狙える形にはなるので、まあ、これは非常に大きいかなと思いますもともと9位スタミナの AA 同値っていうところはいけるんですけど、まあ、9位請求 AA は届かなかったんで、まあ、そこは大きな変更になるかなと思います、まあ、あとは、ね リーグでリアタイ的にも注目を頭、えー、されてましたけれども、まあ、ここで出るということで、えー、使う人も増えるんじゃないかなとは思いますでラストが中日ライデル・マルティネス選手ですこちらまだね実は通常 S ランクは出てない抑えになるんですが、まあ、下位ランクからね、えー、能力予想してそこにプラス1を付与した能力が、えー、こんな感じになっていますもともとステータスが高いんでね、まあ、変動はないんじゃないかなとは思うんですが、まあ、リーグ的にもリアタイ的にも強い投手ということで、まあ、目玉の1人と言えるかなと思います、まあ、個人的にも、ね 前回第2弾の予想した時に1点狙いというか1点予想だったんで、まあ、そこは当たってくれてよかったなと思ってます。はいということで以上12選手なんですが、まあ、振り返ってみてね特別サプライズ選手っていうのはまあなかったかな、まあ、全ての選手多分、えー、僕がセレクション予想の中で入れてた選手たちにはなっているかなと思います。で、まあ、ピンポイント12選手の予想の中でも半分が的中という形になったんで、まあ、皆さんもね え結構予想が当たったという方多いんじゃないかなと思いますでまあ大きな能力変更っていうところに関してはあまり期待しない方がいいかなと思いますどちらかというと1段の方がねこう能力変わってるんじゃないかみたいな選手は多かったんですけど、まあ、2段はどちらかというともともとの査定が結構高いっていう選手も多いんでね、まあ、そういう意味ではあんまり変更はないのかなっていう気がしてます、まあ、ただその中でもね野手はアーティスト降格が3選手にライドラ超合格1人で投手に関してはもうほぼ全員リアタイでも使いやすいっていうね えー、投手が揃ってますので、まあ、一段に比べればリアタイ勢にとってもねこう魅力は多い選出になっているんじゃないかなと思いますなんで、まあ、この選手たちのシリーズワンをね持ってるよってなると、まあ、スピリッツが100上がってるっていうところとまた写真の背景のかっこよさとか、まあ、そういうところぐらいになってくるので、まあ、そこまで無理しなくてもいいかなっていう感じではありますけれども、まあ、この辺全然持ってないとかまと、あ、も欲しかったみたいな方にとってはチャンスになるので。 え回したいもちろん言わずともがなリーグ勢の方々にとってはねもう最強決定戦という開催もありますし、まあ、長い目線で見てもこのセレクションというのはね、えー、大きなアドバンテージになるので、まあ、勝負どころに。 な、えー、なってくるのかとといいうところではございますであと何かねもう一個こう杉谷さんの動画の中で画面の下の部分に無料充電の表示があるのがここもなんかセレクションの無料充電があるんじゃないかみたいな、まあ、説とかも出てたんですけどいや正直ねセレクション無料充電はないと思うんだよなどうだろう、まあ、なくはないとも思うけど、まあ、たまたま撮影時期に無料充電があったとかそういう感じじゃないかなと思ってるんでまああんまり期待しすぎない方がいいんじゃないかなと思いつつ、まあ、何か の無料10連は、えー、もしかしたらこのセレクション第2弾登場に合わせてあるかもしれないですね。はいということで以上今回ねプラスピセレクション第2弾についての、えー、速報ということでやっていたんですけどもいかがだったでしょうかでこのガチャがですね7月の18日火曜日から来るということでもうあと3日後ですねもう次のガチャ更新で来るというところなんでまあ、細かい能力値であったりとか、まあ、その無料10連の真相であったりとかっていうところは、えー、まあ、そこをね楽しみに待ちたいなと。 いうところでございますぜひ、えー、このセレクション第2弾楽しみになった内容を理解できたという方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いしますまあ、ぜひぜひ、ね、皆さんの、えー、セレクション第2弾に対する能力予想であったりとかまたガチャ引くか否かとかラインナップに関する感想等々お待ちしておりますということでまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました